はい、オッケー。何でしょうか？ この、俺が丸で囲ったやつ？はい。はい、はい、はい。やっぱ専門家のなんていうの目っているね。俺最初なんか地面に草でも生えとるんかなって思って普通にスルーしたもん。地面を上？ 180 度回転？はい。うん。あれ？これ相当やばいもの映ってるのではってことは。写真の話？もうこれあなたが撮った、あなたが撮った写真の、なんていうの、一枚よ。はい。おー、そう聞くとなんか気分よくなくなるな、悪くなるな。っていう、なに、これその、下に落っこちてってるってことは、これあれ、実際飛び降りがあったっていうことになるの？あなた的にはこれ。はい。ちなみにこれはまだあの橋にいらっしゃるんですの。あなたに、あなたが成仏させない。なんてこった。うん、あなたが気分悪くなった原因でも、気分悪くなった？気になる原因でもあり、はい。はい。うんうんうん。生首の感触。うーん、俺にはそうは見えてないけど、何？これまだ若い人ってことは。で、女の人。
俺にはそこまでなんていうの、その綺麗な女性には見えとらんからね、少なくとも。この画像通りのものしか。おお。しまったな、これ。成仏させてって言ってるよな、俺に。俺ら踏んつけてくるよ、みんな。いや、カットされずに済んだらよかったよ。すげえな、あなたは大概なんていうか、こういうの。なんだかんだ、だって。これ偽物って言うとおらへん。だってこれは、これはこれでモヤみたいなものでしょ？言ってしまえばそういうなんか、オーブよりランクのやばい。あの足では、なんだろうな、早いうちになんていうの、あの橋にもう一回行くことを強いられてる感があるな。だってあなた、今多分家だろうけどさ、そこから成仏させるの無理でしょ。なんか縁起悪い子なんですか？この子は、今、状態としては。特に悪さするわけでもないが。まあ、そうね。なんていうか、幽霊側からしても、あなたっていうチャンス逃したら次、いつ成仏できるかマジわからんからな。さて、はい、はい、懐かしき、三島池でございます。三島池です。覚えておりますか、何があったか。あなたにとって引きずられそうなところの、池です。今日はね、何しに来た。嘘やん。俺たち何の予定でここへ来たの。そういや、俺そういや何も聞いてないんですけど今日。まず説明をして始ま、説明したって視聴者さん分かへんね。白山大橋のところで、撮った写真の一枚のうちに飛び降り自殺をかましている幽霊の姿が映りました。その幽霊が、皆さん気づきました。あれ動画にしてるんだけどコメントないね。やっぱりなんていうの、一級品だとみんな見つけないもん、ね、気づかないでしょう。もったいない。あれちゃんとむいくんがちゃんと白い線でたどってきちんとさせますもんで。あれが成仏、あなたにわざわざ成仏をさせてほしいと頼んできたという珍しい子で、あの映像の中に僕が一番本当にずっと見ててつまらん動画やなと思ってた中にポツンと出てきたワンシーンなんですよ。で、あなたに成仏させてほしいとわざわざ頼んでくる霊って、いろんな心霊スポット行ってるけど数少ないわけで、っていうかまあなんならおるんだけど、あなたが勝手に成仏させてたわけで、俺の知らんところで。俺に入ってくるやつは全て消去するっていうのが僕のやり方です。で、今回その、改めて成仏させてほしいと依頼をしてきた幽霊を、幽霊あなたに成仏させるところを実況してもらおうと思いまして、つまらん動画になりますよ。実際問題、その全部無言でやっていいって言ったら何秒ぐらいで終わるあれなんですか？一体変な感じ考えてみ、ここでさ俺、息まで引きずられそうだったんやぞ。へい、自分の中に入っとることすら分からんかったんやぞ。お前あれは完全な不意打ちでしょ。あれ完全乗っ取られたな。恥ずかしかったな、俺。もう今日そいつ見つけて俺は消去するつもりでいますから。あら、まあ。まあ、そういうね、その。やられたらやり返す。かっちゃんの除霊のやり方が、自分の体の中に幽霊を入れる。で、その後、
どうするんや、成仏させるんや。このね、これがさ、このカメラがさ、もうちょっとさ、うん、いいカメラだったらうまく映るかもしれんけど、まあ映るの、映るの憑依するぐらいは映るだろう。ああと僕は思うけどな、わかんない、まあ、とりあえず皆さん、まあね、今日は そのために来たんだ、ここへ。そう、それの練習ですわ、うん、あ、そのここが練習場なんだ、俺の練習場です。そういうことなんだ。皆さんこの通り、あずきさん、あずきゆでさん、ゆで、うん、聞いてくださいね。本当にリハも何し、どこ行くのも言わん、場所さえもわからん、ついて初めて滋賀、わかりますか。だから要するに歴史をやるとか心霊探索をやるっていうのは、つくがつくまで僕にはわかりませんから。そういうことです。だからここをもうあずきゆでさん分かってほしいんです。で、うん、ここでその、うん、実況をやるところまであなたにある程度把握しといてもらわないと困るんだけど、大丈夫そこは。行き当たりばったりでやらんのかなんですよ、うん、台本ないんですよ、うちんとこ、うん、今説明するからね。話もね、夜になるとね、すっかり忘れちゃってるの、俺が好き放題にやっちゃうのよ。あなたに成仏させてほしい例ってさ、そう、何点か確認取らなきゃいけないんだけど、珍しいよな、俺を選んでくれたっていうのが。でもそうなんだけど、うん、そういう例ってもうさっさとあなたの体の中に入って成仏させてっていう感じで来るんですの。なんかもう楽になりたいって言ってたから、早く楽にさせてあげないといけないのかな。なんていうかね、理想としては、うん、今ここにその幽霊の方がいます。で、今体の中に入りました。で、まあ何秒かして、はい、今成仏させましたぐらいの喋りは欲しいわけですよ、理想としてはね。いや、今日はね、本当にいろいろ今日は試して、まあそれもやりながら映像も飛ばしながら僕進んでいきますもんね、今回また頑張ってニュージーランドまで飛ばしてね。もうニュージーランドを見ていただいてる方もすいません。届いたらコメントください。ドイツさんも届いたらください。あ、では、ね、ふやけちゃうよ。あっちの神社の方まで行きますかい。遠いな。遠いな。はい、そういう場合はそのあなたから見て右側かなに悪い子がいるってパターンでいいの。ちょっと今入った、大丈夫だね。